はい、皆さん、毎度毎度。今日はちょっとね、男の人のカットを見ながら宿毛矯正に関して一言ね。まあ、宿毛矯正ね、不幸にもね、毛先がビビってしまった、損傷させてしまった。それをね、修復するとか、そういう施術はまずないと思ってね。切るしかないかな。爪で言ったら割れてしまった爪だからね。まあ爪だったらアロンアルファでくっつけちゃえってなるけど、髪の毛はそうはいかないからね。 割れた爪とかひびが入った爪もうそれと一緒だからね、髪の毛はね。治癒したり治ったりすることはないからね。ネットを見るとあたかも治るようなこと書いてあるけどね。ビビリ網が治ったとかね。損傷の修復とかね。なんか微妙な言い方してるけど、そのね、修復とか治癒はありえないってことだね。もう損傷させてしまったものはもうしょうがないからね。損傷したものを何とか治そうなんて考えるより損傷させない技術を習得した方が、 早いかな。ネットのね、なんか怪しい情報に騙されちゃダメなのよ。宿毛矯正でね、ビビってしまった毛とかね、損傷した毛をね、あれやってこれやってってね、ノンアルカリパーマだから大丈夫です、ね、だ、大丈夫じゃないんで、なんかつけりゃ髪の毛ってのは損傷するんですよ、それよりもさらに。今までにないパーマ液です。だってあれも結構強いからね。酸性パーマだってかけ続ければ酸性パーマの痛みってのはあるからね。あの、宿毛矯正でね、失敗した髪の毛っていうのはもう、 治らないってことだね。切るまでダメ。薬つけないのが一番だね。一液つけなくても、ついでにアイロンかけて二液かけると、帰るときには、まっすぐだよね。まっすぐな、なんかな、修復してんだよね。あれ、洗うとき、一液洗うときに、一液が一応毛先に流れてついてるからかね。それともアイロンの温度がいいのかね。でとりあえずね、ビビりをね、直そうなんてね、無駄書きしないで、何もしないで、 とにかく、半年もやって、毛先切り取っていくうちに、お客さんがわかるよね。自分で髪の毛が良くなってきてるの。で、最後やっぱり毛先切り取っちゃうと、もうビビりも何もなくなっちゃうからね。宿毛矯正によってね、傷んでビビりもなってしまったもの。これはもうね、修復できない。傷んでるとこにさらに傷むように薬つけて、またアイロンかけるわけだからね。痛みは進行するわな。 ビビリ網修復は何もしないが一番逆にねウェーブバックを起こさないような宿毛矯正のかけ方の技術を習得した方が良いとウェーブバックを起こしにくい宿毛矯正のかけ方が分かればもう中間毛先にはもう薬つけないんだよね基本薬ねつける必要もねって感じだよねあそういう時はお客さんとねつければ痛むよって まあ言うとね、じゃあつけないでいいって言うからね。大体しても根元リタッチずーっとやっていくようだよね。はい、お疲れ様でした。